銀コトキシンとは、4をメチルピリドキシンとも呼ばれ、胃腸によって生合成される、神経毒である。銀コトキシンは、ビタミン B6 と、構造的に喫抗する抗ビタミンで、転換発作を誘発しうる。銀コトキシンは、胃腸の種子、すなわち、銀軟に含まれるが、胃腸の歯にも微量、含まれる。胃腸の種子はそのまま摂取できるのに対して、胃腸の歯は、 栄養補助食品の原材料として使用される。日本国内の8つの異なる場所から採取された胃腸の種子について液体クロマトグラフィーで分析したところ、1g の種子中に 0.173mg から 0.4mg の銀コトキシンが観測された。種子中の銀コトキシンの濃度は季節によって変動し、8月に最大となる。銀コトキシンは、 アルビジア族の植物も産生する。しかし、アルビジア族の植物は人間の食用に供されていないため、銀コトキシンの生成は問題とされていない。生合成の第一段階では、PDX1 と PDX2 とからなるシンターゼ、複合体の存在化で、リブロースゴリン酸とジヒドロキシアセトンリン酸とが反応し、ピリドキサールリン酸を生成する。 第2段階では、脱水素酵素の存在下でヒドリドを除去して、ピリドキシンを生成する。最終段階では、ピリドキシンを、をメチル化して4を、メチルピリドキシンを生成する。市販品による、食中毒のいくつかの事例が報告されている。ただ、銀杏の摂取による、中毒の方が、より懸念される。実際、特に子供が銀杏を食べすぎると、意識不明。 がが起こるこるるるとあありり死に至る場合も銀コトキシンは構造的にビタミン B6 によく似ている。銀コトキシンは哺乳類のピリドキサールキナーゼの活性を減少させることによってビタミン B6 の活性化を阻害することが示唆されている。活性化ビタミン B6 の減少は グルタミン酸イ炭酸酵素の活性の低下につながり、ギャバの生合成を阻害する。次に、神経伝達物質の興奮と抑制の間に、不均衡が発生する。これが、転換の発作を引き起こす。銀コトキシンの毒性は、ビタミン B6 のサプリメントを摂取することによって、緩和できる。ありがとうございます。